ばんは、おみやです。今日はですね、日光市にあります飛び込み屋さん、こちらにね飛び込んでいきたいと思います。場所なんですけれども、東武新高徳駅から車で約1分くらいのところにあります。県道77号線と国道121号線が交わる高徳交差点の前にあります。飛び込み坊やならぬ飛び込みおみゃということで、早速入っていきたいと思います。店内はこのようになっています。カウンター席、テーブル席、小上がり席があります。あ、いいですね。ストーブに夜間っていうのもいいですね。フリー Wi-Fi もありますね。さあ、メニューなんですけれども、結構ね、カツが人気ということなんですけれども、まずは、この麺類で、うどん、天ぷらうどんや、山菜うどん、ざるうどん、田舎うどんがありますね。お蕎麦で、天ぷらそば、天ざるそば、ラーメン類で、ラーメン、味噌ラーメン、チャーシュー麺、タンメン、冷やし中華などがありますね。田舎うどんというのは、打ちたて、茹でたてのうどんを、温かい濃い味噌のお汁につけて食べる麺ということですね。ドリンクでコーヒー、紅茶、ジュースがありますね。裏面を見ていくと、ご飯物で、定食で、納豆定食、とんかつや天ぷら、唐揚げ、野菜炒め、スタミナ肉飯、気になりますね。豚ひき肉と玉ねぎを自家製だれと、からし味噌。丼物で、カツ丼、親子丼、カレーライス、カツカレー、お、ビッグカツカレーなんてありますね。カツのカットの大きさもお好みでできるということで嬉しいですね。ご飯の大盛りがプラス100円、麺の大盛りがプラス150円ということで、ハンライスが40円引きということでございます。ということでね、結構カツ系が人気ということなのでね、このカツ丼にするか、カツカレー、もしくはビッグカツカレー、どれにするか、この3つで悩んでますね。はい、ビッグカツカレーっていうのは、ご飯も多い感じですか？カツだけを。カツが多いですね。カツが多い。はい。カツカレーが4切れで出てくるんですけど、はい、8切れに。ああ、なるほど、なるほど。もしご飯多くて言えば、大盛りって言っていただければ、どっちでもカツカレーの大盛りもできますし、ビッグカツカレーのご飯大盛りも。はい、ああ、はい、はい。じゃあ、ビッグカツカレーのご飯大盛りでお願いします。はい、わ、はい、かりました。といったわけで、ビッグカツカレー1250円、ご飯大盛りプラス100円を注文しました。ビッグカツカレーはご飯はそのままで、カツが4切れから8切れになると倍になるっていう感じなんですかね。店内がすごくね、清潔感があって綺麗な店内ですね。そしてお水のおかわりはセルフということで、レジの横にねあります。感染予防対策ということで、テーブルの上にはね、卓上にはこう卓上調味料みたいなの置いてないのでね、お箸も注文してから持ってきてくれるという形になってますね。おお、はい、すいません。わあ、美味しそうです。こちら辛子味噌になりまして、はい、今お味噌になるので、辛いの好きでしたらカレーの中に入れていただくと、ああ、はい、違う辛味になります。わかりました。さあ、やってきました、ビッグカツカレーご飯大盛りということで、このカツがもうずらっと整列してますね。そしてたっぷりのルーですね。トゥギャザーしようぜという感じですか。そしてご飯もびっちり入ってそうですね。そして千キャベツというか、レタスとキャベツが添えられていて、福神漬け、そして味変の辛味噌ですかね、あとソースがあります。ね、揚げたてのいい香りがたまらないですね。この迫力、もう全盛期のブルー仲間といった感じです。早速食べていきたいと思います。いただきます。さあ、まずはね、カレーからいきたいと思うんですけども、すごい、なんかこう、ちょっとダムカレーっぽい感じですよね。カレーには、人参、玉ねぎが入ってます。いい感じのとろみですね。では、あ、すんごく食べやすいです。すごいコクとまろやかさがあって、甘口寄りと言いますか、すごくね食べやすくて、これはね
バクバク食べられちゃいます。ほんとこう優しい味ですね。これはたまんないです。そしてカツいってみましょう。あ、ちょっと後からほんのりピリッときますね。カツなんですけれどもね、もう刺した瞬間サクサクさがね、もう伝わってきまして、こういった感じでもう横にね、バッと肉をね、叩く音が聞こえたのでね、いい感じでね、柔らかくなっているんではないでしょうか。そこまでの肉厚といったわけではないのですが、食べてみたいと思います。この肉の旨味と衣のクリスピー感がたまらないですね。こう、いい油のね、風味も口に広がってたまらないですね。さあ、そしてカツと一緒に。一体感がたまんないですね。このボリュームと一体感、このカツンとくるね、この飛び込み屋さんのカツカレー、まさにブル中野の金網デスマッチの3メーターぐらいからの飛び込んだギロチンドロップを思い出しますね。それぐらいの破壊力です。さあ、そして気になる辛味噌をね、カレーにちょっと混ぜて食べてみたいと思います。さあ、どんな感じになるのか。すごい刺激的になりますね。優しいカレーが一気に表現しますね。このプライベートのブル中野から一気にね、リングの中に入ったブル中野のように極悪同盟になりますね。すごい。もうこの味噌の風味と辛味がね、いい感じでカレーとね、マッチしますね。さあ、そしてソースをかけてね、いただきましょう。あ、結構このウスターではなく中濃ですね。とんかつソースでしょうか。こちらもね、ソースをかけると一気にガラッと変わって、ちょっと洋食屋さんのカツカレーみたいな、こう深みが出ますね。もう無限の可能性を秘めたこのカツカレーね、どこまでも果てなく状態ですね。そしてこの福神漬けとのね、タックンたまらないですね。これ辛味噌たまんないですね。そしてベジセカンドということで、キャベツとレタスを、このカレーにひたひたになったキャベツがたまりません。思わずダイブしたくなるようなカツカレーね。そういえば飛び込み屋さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に広々とした専用駐車場があります。おみゃーがお店に飛び込んだらただの不審者ね。ボリュームがあり大変うみゃーで味変を楽しむことができるカツカレーでした。次回は気になるカツ丼や田舎うどんを食べてみたいと思います。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、飛び込み屋さん、もう飛び込みたくなる美味しさのね、カツカレー、サクサククリスピーな衣にね、肉の旨味がたまらなかったです。そして優しくコクがあってまろやかなカレー、そこにね、あの辛味噌の風味がたまらないですね。すごくね、刺激的な味になってね、どんどん進みますね。そしてボリュームも満点で大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。食べ歩き、ふう、おみゃおみゃおみゃがしら、へい。